ジュール。来てくださった皆様ありがとうございました。広島帰ってきました。何時ぐらいに着いたかな、9時半とか、そんぐらいには着いてたか。今日はね、なんとね、あの初めてかな、初めてのあの朝公演、朝10時半にね、あの公演がスタートするっていう超絶早めの公演がありまして、あったわ、ありがとうございます。ちょっと今ね手持ちで書けないから明日書きます。ありがとう、トニトニチョッパーさん、たわありがとうございます。よし、朝公演して、んで朝公演終わって、まあ、お見送りもあってね、でその15分後に昼公演が開場したんですよ。やばない、びっくりぽん。うん、何時起きだった、7時55分ぐらいに集合だったかな。だから集合自体はそんなに早くないけども、早くないけどもお腹鳴ってるわ、うん、なんか公演が早い。まあでも楽しかった。なんか朝だからさ、おはようございますみたいな、うん、皆さんおはようございますっていうのが新鮮でしたね。朝にコンディション持ってくのすごいな。もうね、やけくそ、もう動けみたいな、飛べって体をね、あの呵責して飛んだらいけた。楽しかったです。あのワンマン、昨日がね台湾だったんですけど、あのワンマンは今日が初めて初日だったんで、うん、結構セトリとかもねちょっとだけ台湾と変わってて、それの初披露とかもあってね楽しかった。ちょっと充電がない、ちょっと失礼、充電しよう、ちょっと待っててください。充電充電。しゃ。失礼しました。そう、パンパンパパパン。やりました。いやでもね本当にね、なんか自分らのチーム、なんか香川徳島チームはもう今日で終わりなんですけど、またね27日からは自分らとは違うあの6人が愛媛と高知に回ります。うん、いやでも今回ねすごいあの絆が、いやもう本当にずっと一緒にいたから3日間ぐらい、うん、まあ、レッスンとかもねもうずっと一緒にいたからかな、楽しかったです。私はさ結構さなんか着替えとかなんかエンジンとかなんか準備とかも早くしたい派なんですよ。なんかもう鍵穴してる時点でもうマイク持ってスタンバイしておきたいタイプなんですよね自分は。実はなんかライブに関しては割とせっかちなタイプなんですよ。だけど毎年四国ってなんかマイペースなメンバーが多いから、なんかいないんですよそんなにスタンバイメンバーが。だけどあの2期生と交わったことによってあの早い2人が早いよね、2期生の自分らと一緒のチームのミホリンとアンピーが、だからあ仲間ができたって思いながら
なんかすごいちょっと新鮮でした。お起伏の着替えめっちゃ早かった。そうよ、あのなんかねユニット曲のあの着替えがね2分10秒ぐらいしかなくて、もうねあかりんさんとねもう鬼の早着替えしてました。もうねつなぎだからさ、ユニット曲の曲と曲の間がもう曲先行始まりだから、そうもうねすごかった。でも早替えには自信あるんですよ、うん、でもあの次のメンバー次のメンバーはどうやろう、着替えれるか、なんかのんびりメンバーだからもしかしたらあれかもしれない、うん、それがね自分もちょっと心配だけど、まひなちゃんすごいゆっくり着替えてそう。いやね私ねまひなさん好きなんですよ。でもねなんかまひなさんはねもうね私が見た中で初めてのマイペース具合、もうなんか動画撮りたいなんかプロフェッショナルの流儀とか流しながら動画撮りたいぐらい好き、うん、いや本当に面白い、まひなさんね、いや好きだな、なんか思う、まひなさんありきの四国だなってめっちゃ思いますね。もうはけたらとりあえずドライヤーに行くんですよ私こんなにはけるたびにドライヤーかけてる人すごいなって初めて見て、もうとりあえずドライヤーすごい、私はねなんかまひなさんがいないとドライヤーの音がなんか響かないから楽屋に、うん、だからねあの毎回毎回出てくるときあの前髪とかがこう完璧になってる。でもまひなさんのすごいところはめっちゃマイペースだしめっちゃ準備遅いけど、あのちゃんとあの時間には間に合うところ、なんか多分自分の中での計算があるんだと思う。いやすごいなと思って、私はね超せっかちだからもう怖いの、自分に自信がないからその時間のスピードに、もうだからメイクとかもう直さずにもうこうやってパパパパパってして出るんだけど、まひなさんとかなんだかんだなんかね間に合うんだよね、すごいなと思って、うん、教えてもらいたいけどでもちょっと怖いから私がやったら怖いから、私が着替えてマイク持つだけの時間にあのまひなさんはもう前髪をあのドライヤーしてアイロンしてリップ塗って着替えてよ、すごい、もう私は今日尊敬したプロフェッショナルとね、なんかアンピーとかともねいっぱい喋りました。独特の間が生まれます、アンピーと喋ってたら、ね、すごい楽しかった、すごいあの MC とかめっちゃなんかやりやすかった、今回のこの6人、すごいこんなにレスポンスも返ってくるし、マイカーとはまた違うやりやすさだった、うん、あの昨日ご飯に行ったんですよ四国のメンバーで夜に、その時あのアンピーが前の席に私の前の前に座ってて、その時にねいろいろとおしゃべりしました。
楽しかった。みほりんがいい味出してたね。みほりんはね本当にねオールラウンダー万能な、何でもできるね。あのね、ゆめじってお店に行きました。高松のね、一応居酒屋にはなるのかな。でもあのお酒は飲まなくて、まあ次の日もあるから未成年もいるし、お酒は飲まなかったんですけど、結構お肉の料理がすごい豊富で、であのメニューみたいなんかお酒の種類も豊富だったんで、もしねあのお酒好きお肉好きって人は行ってみてください。すごかった、もうめっちゃ肉肉肉って、本当にオリーブ牛とかめっちゃ肉タワーとかな、夢夢寺って店、あの夢に路地裏の路で夢寺、めちゃくちゃ美味しかったです。あの私はねアボカド、焼きアボカドを永遠に食べてました、アンピーと。そう、肉タワーってのが今日メールに送ったんですけど、なんかマッシュポテトが中に入ってて、マッシュポテトでタワーの土台を作って、あの上からローストビーフをブワーって巻いてるみたいな。高松でね食べてね美味しかったです。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。ステーキとかハラミとかタンとかもいろいろありました。四国のメンバーで行きました。マネージャーさんにね、絶対にお酒は飲まないでくださいってもう釘刺されてね、もう大人もマネージャーさんたちも全員ウーロン茶で。そう、やっぱね次の日が早かったからね。いやでもねすごい気になったのが、なんか希少糖ジントニックみたいなのがあって、なんかねオリーブ牛があったんですよ、そこの夢寺にね。でなんかオリーブ牛を食べるためのジントニックみたいな、専用、あれジントニックか忘れたけど、なんかサワーかなんかで希少糖が使われてるみたいな、おやなんだこりゃーって思ってちょっと気になりましたね。ぜひね私の代わりに皆さん行って飲んでみてください。気になる。そう、あとはもうねあの楽屋にうどん作れるセットがもう常備されてたんで、朝と昼はうどん食べて、夜はその夢寺行って、昨日この間は徳島は徳島ラーメンを帰りに食べて、結構ねあの美味しいものも食べれて幸せでした。ゆきちゃんめっちゃ可愛かった、ありがとう。もう私この2日間で4回ぐらいうどん食べた。うどん食べ放題、そう食べ放題形式、自分でこうシャ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 して作るみたいな。ゆきちゃんうどんはからし入れません。なんか一味と七味が用意されてて、昨日一味入れて今日七味入れたら七味辛くてびっくりした。七味食べれないらしいわ、唐辛子無理だった、一味派です。うん、いや次のチームはね鯛めしとか食べれるのかな、羨ましいな。私は麺でしたね。うん、今日はあのポスターのお渡し会もあってね、結構本当に普通のリアルお話し会より近い距離で、アクリル越しなんですけど直接ねお話しさせていただきました。ちょっとね声がねもしかしたら聞こえづらかったかもしれないんだけども、そうだから今日はね 朝公演やって昼公演やって、昼公演終わった後にお話し会して車で帰ってきました。なんでね思った以上に疲れてる、うん、でも楽しかった。
楽しすぎて気絶しそうでした。よかったです、うん、ポスターもね、あの取り下ろしなんですよ、この四国ディスティネーションツアーのねために。なんでゲットした人はね、ぜひぜひあの大切にしてください。取り下ろしです。遅くまでループありがとう。こちらこそありがとう。いやーよかった高松、本当に充実充実子、うん、ありがとうございました。11時50分だ。いやもうね、なんかね、皆さんには全然関係ないんだけどね、私なんか準備万端でこう向かったはずなんだけど、高松なんかね、あのクレンジングを忘れてて、あのメイク落とすやつ、メイク落としをね持ってきたつもりが持ってきてなくて、でそれをね、まあ一昨日気づいてコンビニでね、あの買ったんですよ。でそれでずっとメイク落としてたんだけど、めっちゃ肌突っ張るなって思ってて、あのさっき見たらね、あのピーリングジェル、私メイク落としじゃなくてずっとピーリングジェルでメイク落としてた。だからなんかこの3日間化粧のりすんごい悪いなと思ってたんですよ。すごいあの突っ張ってました。だから多分私今メイクがすごい溜まってる気がする。もう早くお風呂に入りたいです。一皮むけちゃった、むけちゃった。ピーリングジェルとはなんか角質を落とすなんかやつみたいな。まあ己の肌の強さは自覚はしていますけど、さすがの私でもなんか肌の調子が悪いと思い始めた。そうなんです。うん、調子悪くてこの可愛さだったのか。無言、忘れ物してさらに間違えて買った。そうなの、見たはずなんだけどね。私ね、なんかリネタンが0円生活してるのツイッターで見て、いや私もちょっとケータリングとか出る日は0円生活しようって思って、1日目は0円生活できてたんだけど、その2日目であのクレンジングないことを知ってしまったから買っちゃって600円ぐらい損しました。残念。ダメでしたね。まあ、食費は抑えれました。美味しいもの食べました。うん、最高でしたね。次はこのメンバーで次やるのは12月のクアトロでのライブになります。うん、なんでね、またそれまでに成長できるように頑張りたいと思います。うん、楽しんでね、楽しむ。まあね、あの次のメンバーもね、あのいるので、またツアーね行かれるよって方はぜひぜひ楽しんでください。バンダナ最後の1個買いました。あー、ありがとう。そう、グッズとかもね結構ゲットしてくれてる人多くて嬉しかった。うん、こうフリフリしてください。ヘイヘイってデザインしましたんでね、うん、いやありがとうございました。本当に楽しかったですね。バンダナ売り切れてた。いやありがたい、ありがとうございます。
バンダナ振るんかと思って急いで開封したそうね、大変かも、知らなかった。いや楽しかった。バンダナ昨日はたくさんあったのに、そうだから昨日かな、なんかその使うことを知った人たちが買ってくださったのかな。いやありがたいね、うれっぴー。いやー疲れたねお疲れ申したまあね、明日から皆さん現実に戻って、お仕事、学校頑張ってください。大変や、労働労働。ちなみに私は明日オフでございます。やった勝訴何しようかな、病院と美容院でも行ってこようかな、似たようなところに。あさってがねお話し会だったからね、あの服とか買わないとなって感じなんで訴えられてたの訴えられてないなけど、何かに勝ち取った。私も明日オフです、あさってから地獄、頑張れ。23日ね、リアルお話し会もよろしくお願いします。カントゥー、明日も配信できるかな、明日配信するかも。素人がオフって言うと芸能人っぽい、オフって言うんじゃない、言わないのかな、休みっていうか。よし、明日はオン、ファイト壇上読みます、そろそろ13位から読みます。13位がホアンさん、12位がモンブランさん、11位がタオさん、10位がジェリーさん、9位がイストスさん、8位がとりあえずルービーさん、7位が新潟のひろきさん、6位が市下さん、5位がペルさん、4位がしおさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位がマッカさん、2位がコバジャさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。トニトニチョッパーさん、タワーもありがとうございました。また明日書きたいと思います、どうもです、ありがとう。最近ね、なんかまあ余談なんですけど、このツアーの休憩中にね、ダンスの先生がね、私の入って STU に加入して4日目ぐらいのレッスン動画を見せてきて、なんかその時の自分がマジでやばすぎて、なんか可愛くないしダンス下手だしなんか無表情だしで、すごいこれ元気出るよって言われて見せてくれたんですけど、すごいです。成長したなって思いました、自分で。これはひどいって。ツイッターに上げてほしい。いやマジで無理なぐらいにはやばい。なんかね、歴史に残らない、映像に残らないところで見せたい。ソロイベントとかで、ね、なんか見せたい。温かい自分のファンの人しかいない、かつ映像に残らないソロイベントぐらいで見せたい。本当にね、世には残せん、ね、ドラさん公演とかしたいね、それ見てと思ったけど。それでは59分見てくださってありがとうございました。ちょっと私
疲れて30分から始めちゃいましたけど、明日も頑張ってください。それでは今日も一日お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうございました。さようなら。あ、12時。おはよう。バイバイ。